はい、湯林市にあります冷蔵会社に来ました。かなり大きいです。倒壊の方もひどくなってきております。いろんなものが捨てられています。不法投棄だと思われます。では動画の方終わりです。チャンネル登録よろしくお願いします。